エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけてあの女を殺してエレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか？生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。なんだ、苦戦してやがるのか。俺の敵だ。ごめんね。相手してもう少しだけ待ってて。やる。チャンスだ。俺の奴を削って消耗させるぞ。奴を殺すことを諦めるんですか？奴は仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うために奴を疲弊させろ。おとなしくしてよ。まとめて相手して。奴も少しは疲弊したが、それほど速力はないように見える。相手して。早く言ってやらねえと持たねえか。どうしてなんでこうなるの？私このまま死ぬんじゃ。まとめて相手して。また巨人が現れたのか。ちっ、巨人を呼びやがった。俺は先に奴らを倒す。ミカさん、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。エルヴィンの判断通り補給しておいて正解だったな。俺の時じゃない。中華さばいてやる。おとなしくしてろ。俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私頑張ります。俺の敵じゃ。お前ら腹をくくれ。片付いて。次は女型だ。救援要請。無視はできねえ。絶対命令が出てるってのに巨人に囲まれて動けねえ。体勢を立て直せ。周囲の巨人の討伐を頼みたい。はっ！全力で任に当たります。あなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。お前はあの時のエレンの馴染みか。そうか。苦戦してやがるのか。巨人を呼んだか。奴がまた走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。そう暴れるな。何度もそいでいられるから時間がねえ。奴の回復が追いついていない。あと少しだ。女型に追いつかねえとな。まとめて相手して。何が起こってやがる。くそ、俺はどうしたら。まとめて相手し話しやがれ。落とした。周囲の巨人を倒すんだ。任せてください。やってやりますよ。では考えよう。了解。エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。救援要請だ。無視はできない。エレンを助ける。絶対にまとめて相手して奴らを何匹殺そうとエレンを救えなきゃ意味がねえ。エレンを返してもらうぞ。やる。手はつくなよ。おとなしくしてろ。了解。行く。本体を見失った。一体何が起こってるの。もう一歩も進ませない。お前を殺しエレンを助ける。逃げられる。逃がさない。落ち着け。焦って戦えば命を落とすぞ。そろそろ森を出ちまう。その前に蹴りをつけねえと。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。エレン。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。女型逃した。なんでみんな一体作戦は失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。うわ、かっけえ。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は、調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時に、エレンの引き渡しが決まった。